篠原正美1月1日から1986年10月21日は日本の囲碁騎士、福岡県出身、井上康平六段に指示、日本棋院所属、九段、第2期本因坊戦最終リーグ戦出場、日本棋院選手権戦準優勝など、豪腕の力戦派で1タンクと呼ばれた、井上康平に指示し、1920年入団、 若手騎士の研究会6課会に参加。1923年2段商談。中央企員を経て、1924年に設立された日本企員に所属。1925年3段、1926年4段と商談し、村島義勝、橋本宇太郎と共に、企員三馬ガラスと称される。規制者との飲者対抗戦では、小野田千代太郎。 高部道平に千番勝ちし、仮金順一に敗れる。1928年春季大手愛国組優勝し、同年来日した合成限の試験後では、最初の相手を務めた。1932年5段。統計博士と異名を取るほど、係数に明るく、1939年の大手愛改革案作成など、金運営にも貢献した。1950年7段。 1954年に日本記院選手権戦決勝に進み、高川角に敗れ準優勝。1959年、63年の首相敗争奪戦準優勝。1963年8段。1964年本因坊戦リーグ入り。1972年9段。1979年、大倉賞受賞。 1984年1月に現役引退。1948年から九州一円の以後、指導流行を行い、1985年まで続けた。1986年に、豊島区の自宅で死去。同年区に四頭髄法相受賞。門下に、桑原総久八段、小西大蔵九段。百五十一年前期手合での隅の、武け戦は、 千番丹野の見落としによる竹不ぎりの一局として知られる。小目二軒高鋏さの白小ミに対する図の形で黒十一、十三と打つ力戦場席型は篠原流と呼ばれる。ありがとうございます。